どうも、パチンコ秘書ガイドライターの邦彦です。今回はですね、太陽エレックの話題の新台龍が如く剣山天正祇園編がですね完成したということで、私やってまいりました。この台のですねキャッチフレーズがズバリ男気パチンコ、漢字の漢という字を書いてですね男と読むんですが、果たしてこの男気パチンコとは一体何なのか、どのような男気が見られるのか、この台のですね監修をされました人気ゲーム龍が如くシリーズの、プロデューサーであります横山正義さんにですねお話をお伺いしたいと思います。はい、そういうわけで、横山正義さんにおいでいただきました。はい、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ところで横山さんって、普段でもパチンコってのは打たれるんですか？打ちますよ、パチンコもパチスロも。あ、結構ヘビーユーザーと言ってもいいぐらい、会社の真横に、本当に真横にパチンコ屋があるんですよ。あ、なるほど、だからすごい打ちやすいんですよね。あ、そうですよね。わざわざ出かけなくてもついつい打てちゃうみたいな。じゃあその当然前作の龍が如く剣山の時も打って、あんまし打たないようにしてたんです。あ、そうなんですね。なんていうんですかね、その勝てる台って取っときたいんですよ、はい、その毎日打っちゃうと負けちゃうかもしれないじゃないですか、はい、だからここぞって時に打つみたいな、でトータル10回ぐらい打ちましたけど、10連勝でした。10戦10勝、まあ、しかもマックス期なんで、まあまあいっぱい出るじゃないですか。そうですよね。そう、そんだけ好きってことは、ちなみにどういうパチンコのタイプが好きとかってあるんですか？僕ですか、はい、もうマックスオンリー。オンリーですか？オンリー。あ、かなり激しい。だから激しいですよ。で今回出たこの龍が如く、天正祇園編、これまさにドマックスですね。ですね、なんか頼んでもないのにマックスになったんですけどそのやっぱ開発チームが分かってくれてるみたいで、あ、もう横山さんの好むものてか、龍が如くでマックスでしょみたいな。あ、なるほど。で早速なんですが、この新作龍が如く剣山天正祇園編の特徴ですね、ちょっと横山さんの方から教えていただきたいんですが、あの龍が如く剣山前作の CR の場合だと、はい、すごく原作に忠実に作ってもらっていて、あ、はい、あの原作で使ってるムービーとか、イベントシーンみたいなものがふんだんに入った演出になっていたんですけど、はい、もう今回はもうキャラクターのモデリング、はい、まあ、CG で作ってるキャラクターから含めて全部一から作り直してもらっていて。あ、そうなんですか。はい、はい、あの世界観龍が如く剣山の、その、まあ、桐生一馬と宮本武蔵って同一人物なんですけど、まあ、これを主人公とした、まあ、その他のキャラクターも含めて、まあ、世界観と、その設定だけなんとなく踏襲してもらって、もうあとはもうオリジナルのストーリーとオリジナルのその設定で、もうなんかこう一から作ってもらったっていうのが今回の天正祇園編の特徴なので、完全新作ですよね。だから初めて見る龍が如くの世界がこの中にあるっていうのが、まあ今回の、龍が如くファン的に見ると最大の注目ポイントは多分そこだと思う。そうですよね。ズバリ出来栄えとしてはどう思われました？最初に見てパチンコとしてですよね。パチンコとしてすごいと思いました。やっぱりすごいな、はい、パチンコの演出としてそのオーソドックスですごく分かりやすくて楽しめるものが全部詰め込まれてるって感じがするので、純粋にパチンコとしてものすごい出来がいいと思いました。ああ、なるほど、じゃあもうある意味ちょっと満足してるし、全然確実に前作よりもうエンターテインメント性が強くて面白いと。はい、それでは早速ですね、実機の方打ってみたいと思います。お、なんか派手派手しいよ。あ、いきなりリーチ。なるほど、これが止まれば、男が止まれば議事連。あ、まあ、やっぱりまずはですね議事連継続するってことがねポイントになってくると思うんでね。あ、気流が出てきて何か保留に変化を加えてますね。あ、さらに何か、あ、という、これ緑に変わりました。お、長押しで、しかも今男が止まったんで疑似2連ですかね。今セリフも若かったんでね、チャンスですね。これさらに保留ね変えてくれるとねチャンスだと思うんですが、このちっちゃな気流何かやってくれないかな。あ、でもなんか予告的には外れましたね。お、あ、でも、あ、ギジ3連できました。しかもウィンドウ赤からピンク色にフラッシュしてます。
これは的外れ、ああ的外れ、的外れ、お、これは佐々木小次郎登場しましたね。お、これが噂の男ギミックですね。これちゃんと拳の形してますね。上から出てきました。さあこれが巌流島決戦 SP というね、本機の中でも一番信頼度のあるリーチに発展しております。まあこれね、画面の左上にも書いてあるんですが、武蔵が勝利でね、お渡りということで、さあいよいよ大詰めを迎えております。ここでね、佐々木小次郎のね、降り出すこの青いオーラとこのね左の赤いオーラ、これはこっちにね行けば勝利なんですが、はい、あ、赤く東してるし、あ、やりました、勝利しました。佐々木小次郎ね倒してね、ここにあり、はい、これ見事渡りです。さあね、問題はこっからなんですよね。この後にですね、男の壁という演出が発生します。ここでこのね壁をですね、ぶち壊すことができれば ST に突入します。だからここね、かなり大切な局面です。あ、これ連打をして、お、連打しますよ。これね、連打した数値出るんでね、やっぱ多い方がチャンス。お、33までいった。さあボタンを押して、ここで見事男の壁をですね破壊しまして、 ST に ST 突入がですね確定しました。はい、はい、これでですね龍が如くボーナス突入、大当たりしたらですね、もう普通に右打ちすれば OK です。横山さんは実際この台の制作 の、 その監修をされたということで間違いないですよね、はいはいはい、あとそういう監修をするということは、何かまず演出とかスペックに何か要望を出したとか、そういうことっていうのはあるんですか。最初にその太陽エルクの開発チームと話した時に、はい、その今いつか、まあ、剣山 リシアル剣山の最初の一作目が出た後に一回話した時に、はい、その次はもうパチンコとして最高に面白いと思うものを作ってみてくださいよっていう話を一回してるんですよ。あ、それは横山さんから、はい、やっぱ原作をすごい忠実に守ってくれたのが一作目だったとしたら、はい、じゃあ今回のこれはもうそちらが思う、もうパチンコとして今一番面白いと思うものをもう作っちゃってくださいと。あ、一応じゃあそういう意味では一任したぐらいな気持ちはあったわけですね、うん、はい、今回はまあ基本的に開発チームから出てきた要望を聞いて、はい、ただただ驚くっていうのの連続でした。なるほど。ああ、擬音こんなにしちゃうんだとか。あ、なるほど、なるほど。まあ、天正擬音ってなってますけど、天正擬音っていう街なんですよね、原作の方で言うとただの擬音っていう、そうですよね、とこなんですけど、はい、もう天正擬音すごいんですよ、どうしたのってぐらい派手で、なんかもう何百メーターもするような塔みたいのが最初に立ってて、こうイメージの映画来た時に、何する気なんだろうみたいな。もしご自身が制作してたらこうはいかなかったっていうか、思いつかなかったのだ。なんだかんだ言って真面目なんでね、もうちょっと真面目にしたかもしれないですね。ここまでバカバカしくはしないかなと思って。そうですよね、はい、結構なんかバカっぽいなみたいなちょっとシーンがあったりとか。そうなんですよ ね、 ね、だからそのまあ龍が如くシリーズも、まあ本編シリアスだとしても、サブストーリーとか言って横に行くと、まあ悪大感となんかあったり、まあ今回もそういう演出入ってますけど、その変なまあ、バカバカしいお話がいっぱいあって、それも含めてエンターテインメントとして遊んでねみたいなこと言ってるんですけど、これはもう本当そのバカバカしいとこを寄せ集めて、そのより面白くしたみたいな感じなんで、だからそこで横山さんが、いや、こんなのはダメだってもし言ったらそうならなかったわけですよ。いくつかオーダーはしてあって、例えば本当にこの、まあ、一応言ってもその江戸時代というか、なので、まあ、龍が如く剣山とか作ってた時にも意識してたんですけど、まず電気、はい、を感じさせるのはやんないでほしい。あ、なるほど、まあ、要するに電動で動いてる、あ、頑張れば手動で動くようなギミックにしてほしい。あ、とんでもないの出てきますけど、一応こうやって動かしてるかもしれないですよ。あ、そういうイメージ。そうなんです。とにかく電気、だ、電光掲示板とかそういうのもやめてほしい。あ、なるほど、まあ、電光掲示板っぽいんだけど手動で動かしてるものであってほしい。それを大事にして、あと表示物でアルファベットとか
まあ、入ってきてはいるんでしょうけど、部分的にあんまり見えないようにしてほしいというか、その あくまでも時代という設定は守った上で、もう何でもかんでも制限なしっていうので壊すのだけはやめてくれって言ったんですけど、桐生一馬之助が歌ってるカラオケリーチみたいなのがありますね、時に思いっきり英語を歌ってましたね。ありましたね。驚きましたけど、歌詞が出てきた時に、まあいっかなと思って。もで今作はこの男気というのが、うん、あのキーワードとしていろんなところで入ってるんですよね、うん、その欲物でも男気みたいなのが出てきたりするんですけど、うんうんうん、この横浜さんからとってこの男気っていうのはどういうことかなっていうか、龍が如くのキャラクター、まあ、僕シナリオ、まあ、1作目から書いてますけど、はい、その単純に大人の男が見て、ああかっけえなこいつって思えるかどうかだけだったんですね、キャラクターって。それはでも主人公の桐生だけではなく、うん、登場してくる敵の悪役もそうなんですよ。それがまあだから男気なのかもしれないし、うんうん、ってことなんですけど、だから男気ってこういうもんだっていうなんか確固たる意識はなく、あ、なるほど。そしたら今回なんか男気ですって言われて、そうですよね、テーマがそれが中心に来たんで、なんか自分はあんまりこう今まで意識してなかったんで、男気なんだと思って そんな感じですか、ね、男気役物とかどうすんだろうなと思ってて、なるほど。そしたらなんか男気神みたいの出てくるんですよ。あの出ますよね、はい、あの神様みたいな、はいはい、あれがね、こんなの作ってきたかと思ってあとこう上から焼くものがガチコンってこう音ファギっていうのが出てきたりとか、あんなの原作に全くない絵面ですからね。まあそうですよね。最初何なんだろうと思いましたこれ。あ、まあ拳なんですよね、きっと。ですよね、ええ、いやなんかそのなんかね、男性を象徴するものなんじゃないかみたいなそうそう、なんかいろんなこう、まあ、最初に見た時にってこう、ああ、まあ、大丈夫かと思って、ああ、そう、まあ、いろんな意味でハッとさせられるってことですかね。ハッとしましたよ最初最初でももっとね、ええ、多分ね拳っぽい何かだったんですよ、もうちょっと。ああ、なるほど。今より、ええ、だからもっとギョッとしましたよ。だから、あ、そうなんですか。いやなんか、ええ、ほら俺大丈夫かと思って、あ、じゃあ今パンチですっていうか拳ですって聞いて、ええ、ああそうだねって。あ、なるほど。それでホッとしたっていう。ホッとした。そう、下から役物出てきたらどうしようと思って、上から落ちてきたからよかったですよ、うん、ガーンって上がってきたらどうしようと思って、はい、そしてですね、大当たりが終了しますと、ここからですね、直列思考に突入します。まあ、要はですね、このバトルエースになっているんですが、まあ、バトルが発生して、この宮本武蔵が勝利すれば、連チャン、大当たりとなります。まあ、とにかくね、ST なんでね、早めにバトルに発展するのがね、望ましいですね。お、これなんかチャンスじゃないですかね。これバトル発展のチャンス。あ、これは発展しましたね。俺が引導を渡してやろう。絶命の鉄拳合流。これ合流出てきたんですが、確か合流ってかなりね強敵なんでね、ここは心してかからないと。そしてね、ポイントごとにこのボタンエースが出てくるんで、これボタンエースでね優勢になればなるほどね、このゲージがどんどん上がっていくんですよね。あ、また優勢なんでね、70まで上がりました。で、これ3回目がですね、最終的なですね、この最終局面、勝敗を決する場面なんですが、ここで見事勝利しました。うん、非常にね、あの分かりやすくてね、まあ、ね、単純明快と言ってもいいんじゃないですかね。はい、これに見事渡りで、さらにここで図柄がね変更すられれば16ラウンドになるんですが、お、あ、16ラウンドになりました。はい、というわけでね、ハイパーボーナス。そして本機のですね ST 中はですね、極烈思考とあとね告白思考というね2つのバトルがありまして、次はですね、これですね、男心と秋の空、これを選びますと今度ですね告白思考というのがね、演出が変わりますので、ちょっとこちらの方を見てみたいと思います。こちらですね、16ラウンドあたりのですね13ラウンドでね選択画面が出てきますので、ね、ここで変更することができます。
ちょっと保留変化してるんでね、ちょっとリーチのチャンスじゃないかね。あ、リーチかかったよ。リーチがかかると女性が登場します。でね、これ登場する女性によってもね、機械とか変化します。お、ハートが4つなんでね、これかなり期待していいんじゃないですか。さあ、このようにですね、いきなりこう画面が大幅に変化しまして、愛の極み、行くぜ、俺のこの思いをお前に、俺の好きにさせろ。この思いがですね、この女性の胸に届けば大当たりとなっています。で、今セリフも赤だったんでね、ちょっとチャンスじゃないですかね。当たりましたね。この後ズキュンといきますから、はい。思いが通じました。お楽しみはこれからよ。このバトル面白いですね。あと僕ハッとしたのが、あのバトルで綾瀬って女の子と戦ったんですけど、はいはいはい、うん、その時は実は手を下してはいないっていうか、攻撃を与えてないって話を聞いたんですよ。あ、それは、ええ、そうなんです。それはあのポリシーなんですね、ええ、龍が如くシリーズ、あの、はい、女性は殴らないですよ。あ、なるほど、うん、そのシリーズ通じて一回も主人公が女性に手を挙げたこともないし、なるほど、そのなんて言うんでしょうね、例えば叱るとかのシチュエーションで子供にピンタとかそういうのはあったとしても、その女が殴られるっていうのはない。それ以外なんか、あ、男気だなってなんか思ったとこってあったりしましたか。いや、だからさっきのその女性と戦うところ、ただなんかその女性のキャラクターとこういうバトルがしたいっていうのがあった時に、その殴る殴らないとかじゃない戦いの仕方ができるといいなと思ったら、ああいう演出を作ってくれて、 あくまでもその男の欲望というか、その好きだみたいなで答えてみたいな、あ、告白バトルですね、そうそうそうとかがあるんで、そういうのってなんかやっぱいいですよね。そのあくまでもそのイフの世界というかフィクションだとしても、女性の強い敵と直接戦うっていうのもないっていうのは、僕の中のその男のあり方とかだと思うんで、いろんな意味でパチンコとしてシンプルだし、分かりやすいし、出玉も多いし、そこですよね結局は。そういう明確さっていうのは非常にね、この台にはあるのかなと。だからその出玉の多さとかもやっぱちょっとあのこだわってくれたと思うんですけど、やっぱ一発でかいっていうのはやっぱね、変な話やっぱいいっすよね。これ一応ね、あの約2400発出るね仕様になってるってことで、もう知らなくていいっすよ龍が如くなんて。あ、いいんですか。龍が如くを全く知らなくても別にもう分かると思うんですね。そこは言えてますね。今回そう、あの桐生一馬とか宮本武蔵とか、その例えば天海とか佐々木小次郎とか出てきますけど、もうそんなの知らなくても多分おもろいと思うんですよ龍が如く。まあ好きの人はまあもちろんいろんな興味の持ち方あると思うんですけど、純粋にパチンコ好きの人にもうぜひ打ってもらいたいです。じゃあ最後にですね、この動画を見ている龍が如くファンにですね、あの、あとパチンコファンに一言メッセージをいただきたいんですが、龍が如くという世界観はまあ使ってるんですけど、あの本当に一パチンコの台としてどこまで面白くできるかの、もう結晶だと思いますので、しかもあのセガっていう会社と太陽エレクって会社のコラボレーションでしか実現できなかった台だと思いますので、新しいパチンコの形ってできるんだなっていうのを必ず体験していただけると思いますので、ぜひあのホールで会った時は打ってみてください。よろしくお願いします。はい、というわけで今回ですね、この龍が如くをですね、あの監修してくださいました横山さんにお話を伺いました。はい、本当どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうも。